どうもショップです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。今回は9月に買ったものの中でそのこのアイテムのおかげで時間短縮になっただったり、このアイテムのおかげで身軽になったとか荷物が少なくなったっていう、そんなアイテムをシェアしてみようと思います。はい、なので今回は9月買ってよかったものっていうのをシェアしてみようと思います。この動画を見てくれた人が同じように時間短縮になってくれたり、荷物が少なくなって身軽になったりとか、そんな感じになってくれたらすごく嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあ興味がある方がいたら最後までご覧ください。はい、今日も噛むなまず一つ目がこのお風呂場にありまして、この下の部分です。こちらにある排水口の部分です。あ、ちなみにここ毎回掃除してるので綺麗です、安心してください。でこれなんですけども、従来はこれがこうはまっていたんです。従来のやつだったらだいたいここら辺にこう溜まって、まあ、この周りに髪の毛が残るかなっていう、で使い終わったらこれをこう回収して、ここに溜まった髪の毛をこう一個一個回収していってっていう感じなんですけども、これがあると、これをつけるとですね、髪の毛がこうやって水がこう回転してくれるので、こう髪の毛が自動的に自分で勝手に絡まってくれるんです。なので髪の毛を回収しようと思ったら、あとはここに溜まった髪の毛をプッてこう持ってくるだけなので、めちゃくちゃ簡単なんです。ちなみにこのアイテムはニトリさんで500円か300円ぐらいでゲットできるので、もう気になる方がいたらすぐ試せる価格かなというふうに思います。もうこれあるだけでこのお風呂から出る時の髪の毛の処理がめちゃくちゃ時間短縮になるので、これは超おすすめです。はい、続いて2つ目なんですけども、2つ目はですね、こちらにあるこのガリウム充電器です。ラブパワーさんというメーカーから出ている PD なんとか 67W なんとかっていう窒化ガリウム充電器です。これめちゃくちゃ軽いんですよ。左が MacBook Pro 13インチの純正充電器で、右がラブパワーさんの窒化ガリウム充電器なんですけども、もうこの差です。ちっちゃいですね。体感的な性能で言うと正直違いは全く変わらないです。だったら軽い方がいいよねっていうことで、これは本当に買ってよかったです。ずっとこの充電器をカバンの中に入れて持ち運んでいたので、重いな重いななんていうふうに思っていました。なので早くこれに出会ってればよかったなっていう感じですね。そう、ただこの充電器はポートが USB Type-C 1個しかなくて、このモバイルバッテリーとしての機能がないので、もう1ポートぐらい増やして、かつモバイルバッテリー機能もあるみたいな、そういうのがあったらもうなお最高っていう感じですね。そして3つ目にこちらのエースのバックパックです。ビジネスバックパック9リットルのバージョンです。めっちゃちっちゃくてコンパクトなんですよ。でもおしゃれっていう、上品でビジネスシーンでも使えるっていう、こういうアイテムを僕ずっと探してました。でそれまではオフトコっていう、カメラバッグを、カメラリュックバックパックを使っていたんですけども、そのオフトコっていうやつもめちゃくちゃ機能が良くて、頑丈で軽くて収納もいっぱいあって最高だったんです。で僕の用途にバッチリ合っていて、オフトコのあの見た目でもうちょっと上質でそのビジネスでも使えるような感じになったらいいのになっていうのを、買った瞬間からやっぱ思ってました。なんですけど、そのおしゃれと上質さを両立したものがなかなか見つからなくてですね、でずっと探していたところ、このエースというブランドのやつがオフトコさんよりもさらに小さくなって、さらにスマートになってっていう感じで目に入ってきたので、これは買わなきゃということで、もう一発で一目惚れして買って、で買った初日から買ってよかったって思ってました。そう、なのでまだ使って1週間経ってないんですけども、正直ぶっちゃけ経ってないんですけども、もう毎日のようにヘビロテしてます。でやっぱり使うたびにこう気持ちいいですね。うん、使えば使うほど気持ちいいって感じです。ただこれ限界ギリギリの9リットルなわけなので、ちょっと荷物が多くなったらもう入らないっていう感じですね。なんか切羽詰まった感じ、懐のなさって感じではちょっとありますけども、でも僕はこのぐらいのコンパクトさが欲しかったので、もうすごい満足してます。13インチがギリギリぴったり入るっていう大きさで、かつやっぱそのビジネスシーンでも使えるということなので、こんな感じでしっかり開きますし、収納スペースもかなり
あるので、荷物がこうごちゃごちゃにならずに整理整頓できるっていう、その定位置が決められているので、どこに何があるかっていう、その取り出すときにガサゴソガサゴソやってえいってやるんじゃなくて、もうあらかじめ定位置が決まっている、整理整頓された状態なので、荷物の出し入れもスムーズですし、なので時間短縮にもなって身軽出しっていうので、本当にこれは買ってよかったなというふうに思います。はいという感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。ちなみにこの窒化ガリウム充電器に関しては、これは教えてもらってゲットしたものなんです。なのでこれからも皆さんがおすすめですよ、これもっと身軽になりますよみたいなアイテムがあったら、それもどんどん取り入れていこうかなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今回9月買ってよかったものですね、大体3つかなというふうに思います。他にもいろいろ買ったものはあるんですけども、そうですね、今月何にお金使ったのかって言ったら、香川にうどん食べに行って、瀬戸大橋見に行って、で名古屋に仕入れして、そのまま神戸に泊まりに行って、で岡山で勉強会やってみたいな、そういう感じで結構やっぱ旅行とか移動に使ってますね、お金を。あとは固定費、サブスクにお金を使ったりするわけなんで、そうなのでパッとなんか物が増えたっていう感じはないんですけども、ただこうやって買ったもの、自分の少ない持ってるものはどんどんブラッシュアップしていこうというふうに思います。そしてどんどん身軽になっていこうという感じですね。はい、なのでまあこれからも今持っているものを、もっとさらにいいアイテムが出たら、またこれからもどんどんブラッシュアップしていく予定なので、はい、皆さんなんかこんないいアイテムがありますよとか、これはすごくいいですよ、新しく出ましたみたいなあったら、ぜひコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回は9月買ってよかったもの、時間短縮だったり、荷物が軽くなったり、身軽になった、そんなアイテムをシェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。一人でも多くの方の参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。あと4日後には 10% の増税が開始しますね。全然実感わからないんですけど、そう、しかも今使っているパソコン変えようかなってまだ迷っているので、そう、まあ、増税前に買うのか、でも焦って買うのは良くないので、しっかり考えて物は買っていきたいなというふうに思います。